画再開します。ケピー、イキキのキ、はいはいはい。あれ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 、ゆかり飲んでなくない？ウォウォ蒸しタオル。水戸で大人気、はい、まあ、水戸ってあれですもんね、納豆の国ですもんね。違うでしょ。プロタンって食品の紹介の時に毎回テロップ入れてますね。はこちらタンパク質コントロール、こちら読んでいきたいと思います。はい、今回印象に残った言葉はこちら。朝食でタンパク質を抜くと筋肉はどんどん減っていくということで、これからちょっとね、朝食のタンパク質の量、こちらを多くしていきつつ、あと野菜嫌いは短命、それから野菜を多く摂取していこうと思います。ブロー、テレテテテテレー、はっはっ、みかん、ゆず、ちち、えこ。朝食作りやーす。オートミール。結構が。豆乳を投入。回り回ってさ、今、重なり合った未来、サバイバー。はい、明治のチョコレート。バナナ、戦う人の歌を。戦わないバナナが笑うだろう。バナナ、冷たい水の中を。震えながら登っていけ。はい、今回の朝食メニューはこちら。ソテー、ベーコンエッグ。そして、お味噌汁。トマトのサラダ、そしてオートミール。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。はい、初手ベーコンエッグですね。日本ハムさん、いつもお世話になってます。やはり筋トレをしていくにあたってタンパク質がとても重要ということで、今日からはタンパク質中心の一定した食事メニューを組んでいこうと思ってます。あとプラス野菜ですね。バランスの取れた食事生活を続けたらどれほど体に変化があるのか、こちら発信していきたいと思います。で、これって多分他にやってる人いないと思うんですよ。まあ、筋トレ1ヶ月やってみたっていう人なら多いと思うんですけど、その1ヶ月の努力の過程、食事内容や筋トレメニューなど全て公開してるって人は他にいないと思うんですよね。あと今筋トレがトレンドということで、筋トレ企画は結構狙い目だと思います。ですので、この1ヶ月間は私、筋トレに全力を注ぎたいと思いました。あと、やっぱ昨日の動画、もうコメントが多かったおかげで、やはり視聴回数がすごい伸びたんで、今日もコメントいただけると嬉しいです。あでいいんで。ラスト完食。ごちそうさまでした。すっごい雨降ってる。はい、ということで今日も筋トレやっていきましょう。いくぞ。皆さん、お疲れ様です。今日は雨ですね。今日はパルテノブルーベリーソース味、タンパク質 6.8。 有酸素加えると汗かいて気持ちいいですね。どうもプロタンです。やっ
おお。ということで今日は簡単筋トレ飯作っていきたいと思います。使用する食材がまずこちら、パスタ、生卵、お茶漬け、水戸で人気のクメ納豆。水戸は納豆の国ですからね。じゃあ早速作っていきます。はい、まずパスタ茹でていきますよ。はい、先ほどの卵と納豆の付属品をすべて入れて泡立つくらいまでかき混ぜていきます。こちらにですね、茹でたパスタを絡めていきます。はい、そして最後にお茶漬けの素を振りかけていきますよ。今回のお昼ご飯は納豆カルボナーラ。こちらタンパク質 20.5g、 そしてきゅうりの味噌漬けと、この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。はい、ということで今回は納豆カルボナーラ作ってみました。いかがでしょうか。これ朝読んだ本にレシピ載ってたんで作ってみました。ちょっと美味しいか分かんないんですけど、いただきます。何これ、とろろそばみたいで美味しいんです。お茶漬けのあられがいいアクセント出してますね。今後この筋トレ生活を続けていくにあたって納豆ってすごい重宝すると思うんですよ。納豆って最強の食材って言われてますからね。うちの自家製きゅうり、ちょっとこれから1ヶ月間はタンパク質中心の簡単筋トレご飯、こちら作っていきたいと思います。よかったら真似してみてください。うわー、完食、ごちそうさまでした。はい、ということでお昼寝させていただきます。なるほど、寝る前にプロテイン。今回はですね、正しいプロテインの飲み方、タイミングについて調べてみました。こちらが飲む理由5つと、そして飲むタイミング5つ、朝一番、筋トレ前、筋トレ後、間食として寝る前と。私寝る前はタンパク質摂取を怠っていたので、これから寝る前にもねプロテイン摂取していきたいなって思います。そらちゃん、今日も散歩行きますよ。今日もご指導よろしくお願いします、コロコーチ。よろしくお願いします。さすがです、コロコーチ。伝説の鬼コーチとはこの方のことでしょうか。コロコーチ、今日もお疲れ様ね。はい、コロちゃんが飲まなきゃ始まらない。はい、飲んで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 、あれ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 、コロちゃん飲んでなくない。ウォウ、出たー、コロちゃんの頭ドリル、伸びたー。はい、ということでおやつの時間ですね。今日はこちらセブンイレブンさんの香ばしい焼き鳥、こちらタンパク質 29.4g になってます。あー、すごい量。じゃあいただきます。熱々で美味しいんです。多分今日の合計タンパク質摂取量軽く80は超えてると思われます。まあ、1ヶ月後どれぐらい成果が出るのかが楽しみです。完食、ごちそうさまでした。はい、ということで筋トレ生活2日目です。まだね、全然変化が現れないと思うんですけども、まあ、とりあえずね、記録としてやっぱ横から見ると下腹出てますね。この皮下脂肪なんとかしたいですね。ということで、まあ、今日から寝る前のプロテイン摂取、こちらやっていきたいと思います。まあ、寝る前のタンパク質摂取を怠っていたので、今日からねプロテイン寝る前に戻って様子を見ていきたいと思います。今日の晩ご飯のメニューは納豆ご飯と白菜と鶏胸肉のキムチ鍋です。はい、もう一度溶きます。チャンネル登録よろしくお願いします。